どうもどうもどうも、皆さんこんにちは、クーです。はい、今日はですね、以前お話させていただいたジャニーズの同じ身長まとめっていうところのパート2についてお話ししていきたいなって思います。まだパート1見てないっていう人はパート1見てほしいんですけども、こちらはですね、まあいろいろ各グループでスノーマンだったらラウルくんが一番大きいとか、まあヘイスジャンプだったら知念くんが一番ちっちゃいって結構わかりやすいと思うんですけども、そのグループの中で大きくてもジャニーズの全体で見た時に、あ、意外とこの人とこの人と同じ身長なんだ、なんか意外だなだったりとか、まあそういった発見だったりとか面白さもあるので、そういったところについてお話しさせていただきました。まあそれのパート2ってことで174センチからお話ししていきたいと思うんですけども、まず174センチはスノーマン深澤くん、ストーンズ京本くん、キング&プリンス高橋くん、平成ジャンプ伊野尾くんです。174センチっていったらまあまあ大きいと思うんですけども、ふっかと京本とかはなんか全然すごいイメージ通りというか、逆に伊野ちゃんもっと大きいイメージがあって、やっぱりそれって冒頭でお話させていただいた平成ジャンプだとやっぱ山田くんとか知念くんとかちょっとちっちゃいメンバーの中で頭がぐっと出てしまうので、それですごい大きいイメージだったんですけど、174センチだと意外と高橋くんとかと一緒なんだなっていう感じですね。高橋くんもなんかキンプリだとまあ飛び抜けてめちゃめちゃ大きい人はいないですけど、飛び抜けてちっちゃい人もいない印象なので、まあ、高橋くんもめちゃめちゃでかいとか、まあ、普通ぐらいなのかなって印象だったんで、まあ、そこが伊野ちゃんと、まあ、高橋くんが横並びとかでいる姿を想像するとちょっと面白いなって感じですね。なんかキョモと伊野ちゃんとかなんか横並びでいるイメージあんまないんで、キョモと伊野ちゃんとかなんか横並びで立ってほしいなって感じですね。続いて175センチ。175センチがもうとんでもなくとんでもなくとんでもないんですよ。まあお話させていただくと、坂本くん、ニュース加藤シゲアキくん、ストーンズ森本くん、田中くん、コーチくん、キング&プリンス神宮寺くん、永瀬くん、スノーマン向井くん、キスマイフット2藤ヶ谷くん、ジャニスト中間くん、カトゥーン中丸くん、平成ジャンプ八乙女くん、関ジャニエと丸山くんです。もう175センチが圧倒的に人数で言うと多くて、175センチって多分日本人の平均身長のメンズが170とか171なんで普通に大きい部類ですよね。ただめちゃめちゃでかい上の人超高身長っていうのはやっぱ170センチ後半のイメージがあるじゃないですか。だからすごい大きいわけでもないし、ただ普通に身長は高いっていうような感じですかね。でもなんかそうそうたるメンバーなので、どこからお話ししていけたらって感じなんですけど、まあストーンズに関しては基本的に一番身長がちっちゃいのが京本くんの174センチになって、まあ、あとジェシーが突き抜けちゃってるので、すごい身長のバランスはいいと思うんですね。だからこの3人が175センチっていうのも今すごい頷けるというか、でジンとか永瀬くんに関しても、まあ、あの2人ってもガリガリじゃないですか、もう骨みたいなだからすごく身長も大きく見えるというか、多分175センチだけどなんか見た目というかこっちのサイドが見てる感じだと170センチ後半のような身長高さになんか見えますよね。なんかちょっと意外なのが、なんか向井くんと藤ヶ谷くんとかがなんか身長一緒なのかっていう感じがちょっと意外というか、まあ、そこはぜひ横並びで見てみたいなって感じがするんですけど、八乙女くんとかもやっぱ平成ジャンプの中で大きいイメージでしたけど、やっぱ普通に大きいですよね、175センチなんで。でも僕もなんか八乙女くんはさっきの伊野ちゃんと一緒で178センチ9センチぐらいあるのかなと思ってたんで、やっぱそのグループに行って大きく見える小さく見えるとかっていうのはやっぱあるのかなっていう感じですね。で僕まるちゃんがちょっとよくわかんなくて、まるちゃんなんか176とか4とかいろいろ言われてるんですよ。ただまあ175がなんか多い印象あったんで、大体175入れさせてもらった感じなんですけど、ぜひこちらもわかる人がいたら教えていただけたらなって思います。個人的には加藤茂明くんと田中樹くんがなんか横並びで見てる姿見てみたいですね。同じ身長なのかなっていう、結構茂はがっちりして樹もギャリガリの細細なんで、なんかそこら辺がすごい アンバランスって言ったら変ですけど、なんかすごい違和感というか、同じ身長なの本当二人はっていう感じなので、そこはちょっと気になりますね。横並びになってほしいです、ぜひ。続いて176センチです。木村拓哉さん、関ジャニ横山くん、セクシーゾーン中島くん、平成ジャンプ高木くん、嵐相葉くん、なにわ男子高橋恭平くんです。恭平でかいよね、なんか176センチもあるんだっていう、やっぱその
なにわ男子の、まあ、ちょっとちっちゃい子たちが多い中で、頭がちょっとズンと抜けちゃってると思うんですけど、でもそれでも176センチもあるんだっていう、すごい普通にでかいなっていう印象と、あと、相葉ちゃんがちょっとわかんなくて、なんか僕、相葉ちゃんって174センチぐらいのイメージだったんですけど、170後半もあったっけっていうのはちょっと印象ですね。で、やっぱ高木くんとか176センチ来ると、やっぱり大きいイメージが、先ほどの八乙女くん、井野ちゃんとかと一緒で、平成ジャンプにいると大きくすごく見えるっていうところで、176センチ。でもまあ、そうですね。179センチとかあるように見えたんで、まあ、大きいけど、やっぱイメージがっていう感じですかね。で、ケンティが結構でかいんですよね。まあ、ケンティって別にスタイルもいいし、細いし、ほんと素晴らしいスタイルの持ち主だなって感じですけど、まあ、この並びで見ると、高木くんと中島くんとか、あと、キムタクと高橋恭平くんとかが、なんか同じ身長なのかっていうのがちょっと意外ですよね。なんか、キムタクと恭平ちゃんには一緒にちょっと横並びになってほしいですよね。続いて、177センチ。ストーンズ松村くん、 ABCG 橋本くん、キスマイ横尾くんです。177センチってところでかなり高身長だと思うんですけど、ホックンでかいよね。170後半もあるんだっていうのと、個人的にまあ、ホックももちろん大きいんですけど、めちゃめちゃでかいってイメージじゃなくて、で逆にキスマイの横尾さんとかはめっちゃでかいイメージあったんですよ。なんか180センチぐらいあるのかなっていうぐらい、まあ、あの人の場合はすごい体も細いっていうのもあるのと、なんかすごい高身長のイメージが勝手にあったんで、なんかホックンと横尾さんが一緒なのかっていうのはちょっと意外ですね。でハッシーはやっぱ ABCG の中ではセンターで一番突き抜けてでかいイメージがあったんで、そう思うと ABCG も結構ハッシーがみんな170センチとか170センチ以下なんで、ハッシーだけまあズバ抜けて大きいんだなって感じですね。続いて178センチ、ジャニーズ WEST 浜田くん、ニュース小山くん、平成ジャンプ矢部くん、キスマイフトツ玉森くん、スノーマン阿部ちゃん、セクシーゾーン菊池風磨くんです。まあ、178センチは大きいですよね。178っていうのは一番かっこいいんじゃないかっていう、 178? いいねみたいな、なんかわかります、この170より後半だけど180センチいってないこの微妙なラインっていうのがすごいかっこいい身長っていう、なんか僕は勝手に思ってるんですけど、浜ちゃんとかもでかい印象ですよね。もうこのメンバーは特に平成ジャンプの矢部くんとかも、先ほどの井野ちゃんとかの同じあれですけど、まあ平成ジャンプの中で頭突き抜けてるので、まあでかいって印象はもちろんありましたし、タマも意外とでかいんですね。タマってなんかセンターだからっていうのと、可愛らしい、まあ不器用な男の人っていう感じなんですけど、横尾さんとかもでかいんだ。キスマイの一番の高身長っていうのがちょっと意外だったというか、センターで一番大きいのかいみたいな。で、安倍ちゃんとかももちろん大きいですし、で、この中でやっぱ意外だったっていうのがやっぱ風磨ですよね。まあ風磨ももちろん大きいのは分かってましたけど、ただなんかその、浜ちゃんとか小山くんと横並びに立った時に同じ身長なのっていうような、やっぱ、なんか勝手にですけど、小山くんとか浜ちゃんとか大きいイメージがあったんで、やっぱ風磨も普通にっていうかめちゃめちゃでかいなって、まあマリウスがいるから、そういう風に見えないのかもしれないですけど、やっぱりイメージとして。ただやっぱ風磨でかいなっていう、矢部くんとかと一緒なんだって、矢部くんなんて僕めちゃめちゃでかいイメージありましたけどね。なんかこの風磨の位置っていうのがちょっと面白かったですね。続いて179センチ、なにわ男子道枝くんです。まあ179センチは一人しかいなかったんですけども、まあミッチーはまだね、年齢若いんで、まあ180センチまあ行くでしょう、そのうちだからすぐ行くでしょうって感じですね。続いて180センチ、関ジャニエと大倉くん、平成ジャンプ中島くんです。まあ、この二人はね、どちらも各グループの一番の高身長ってところで、まあ、すごい大きいイメージはありますし、やっぱここで大台に180センチ乗ってきたって感じですよね。この二人に関してはそんなになんか横並びにいても違和感がないぐらい大きいんじゃないかなって思います。続いて181センチ、TOKIO 松岡くん、ジャニーズベスト藤井流星くんです。まあ、この二人もまあ、大きいイメージですよね。藤井流星くんと松岡くんが横並びになってても、なんかそんな違和感はないっていう感じですね。二人ともまあ、それぐらいあるだろうって、どちらもなんか、大きいっていう印象があったんで、まあそんな変なデコボコ感みたいな、風磨178センチで、浜ちゃんと一緒なのみたいな、あんまギャップはないかもしれないですね。続いて、182センチ、スノーマン、岩本くんです。182センチも岩本くん一人しかいなかったです。
続いて183センチセクシーゾーンマリウスくん。マリも183センチでは一人しかいなかったですね。続いて184センチスノーマンメグロくん、ストーンズジェシー、ジャニーズベスト小滝くん。もうこの3人はね、もうかっこいいよね。なんか高身長かっこいいイケメンって感じですよね。この3人はタレント力もすごいですよね。最強に渋くてかっこいいメメと、最強の歌唱力を持っているジェシーと、年下でワンワンだけど、まあ魅力的な小滝くんっていう。ただこの3人って結構調べてると、なんか184.3センチとか 184.56センチとかっていう細かく刻まれてるんですよね。ただまあ、みんな185にはなんか届いてない感じだったので、まあ184センチで、まあ3人とも横並びで一緒っていうような感じでさせていただきました。もうこの3人も横並びになったらなんかかっこいいですよね、イメージとしては。続いてラスト190センチスノーマンラウルくんです。まあもう190センチはラウルしかいないですし、なあと184センチから190まで飛んじゃってるからまあそこもすごいですよね。ただ先ほどのメメかジェシーかコタチくん誰かが185センチに入っちゃいさえすれば、まあ第2位っていう感じで確立されるのかなって感じですけど、まあラウル超えることはまあないですよね。なんだラウールがそのジェシーとかがなんか伸びた分さらにそれ以上伸びそうですもんね。なんか172、3センチぐらいいきそうですもんね、ラウールに関しては。はい、今回ですね、ジャニーズの同じ身長まとめってところでパート1パート2でお話させていただいたんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね、何かあこの人と同じ身長なんだ、なんか意外だったっていうような意見だったりとか、あとまあ先ほどのそのジェシーとか小滝くんメメの身長が微妙に違うみたいな感じで、この人何センチってなんか表記されてましたよって、そういった情報もありましたらぜひコメントで教えていただけたらなって思います。はい、自分はですね、こういったジャニーズのお話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなって思います。ちなみに僕の身長は175センチって誰も興味ないか。またね。